こんにちは。オーカーカグドットコムのつつみです。今回紹介するのは、育て中の親御さんのストレスが解消するタンスになります。それがこれなんですけど、子育て中ってお子さんのことでいろいろ気を使わないといけないので、ストレスが溜まったり結構しますよね。今回はお子さんの安全性を考えた、なるべく親御さんのストレスが溜まりにくいタンスというのを 紹介します家族が増えると衣類などの収納場所が必要になりますし、赤ちゃんだといろいろ必要なものが増えて、探素が欲しくなりますよね。そんな悩みをよく耳にします。新生児の衣類って肌着やロンパースだけでもいろんな種類、まあ、夏、冬とか、いろんな種類をれになきゃいけないのに、えー、もう2、3年で着れなくなるっていうのが多いので、 結構赤ちゃん専用のタンスが必要だっていう声もよく聞きます。私も子供が小さい時は、いろんな衣類をタンスに片付け,片付けたりしました。子供ができると一気に収納が足りなくなりますよね。ただ、赤ちゃん用の収納って、えー、何でもいいっていうわけじゃなくて、赤ちゃんは特に肌が敏感なので、えー、化学物質が少なかったり、安全性を重視した収納が求められますよね。これから紹介するタンスは、 赤ちゃんの衣類などを収納するのに適し、しかも捕まり立ちや安全確認がおぼつかない赤ちゃんがいても安心なタンスを紹介します。それがこのナゴミチェストなんですけども、発売開始から多くの親御さんに指示され、このように多くのレビューをいただきましたえ。引き出しに余計な出っ張りがないデザインだったり、ヒノキの香りですね。こう開けた時に香りがしたりしますので、えその香りや肌触り、 これは天然木にオイル塗装してますので本当の木の手触りになってますだったりこのレールがない引き出しですね、まあ、レールがないのにこう割とスムーズに開け閉めできるっていうところが指示いただいておりますでお子さんの安全に注目するとシックハウス症候群の原因になるホルマアルデヒドの放出等級がフォ、えースターといって日本工業規格で決められてる、えー、ホルマアルデヒド 防湿等級で一番いい等級のものを使ってます。剣材、あとボンド、あと塗装、えー、これどれも全部ホースターになってます。あと、捕まり立ちをしたときに、えー、こういった捕まり立ちをしたときに、万が一こう、こう滑って転ぶ、だときにこう余計な出っ張りがないので、これが金属のこう取っ手が出っ張ってたりすると、それで頭を打って頭を切ったりとか、結構あると思うんですけど、まあ、こういうふうに、 取っ手がないような形にして、まあ、がしにくいようにしてます。あとこの日のキ材っていうのはや割と柔らかい素材でして、まあ、オークとかウォールナットとかの紅葉樹に比べると、えー、これは新葉樹で結構柔らかいですので、えー、まあ、こう、打った時に、まあ、紅葉樹ほど痛くないといった効能もありますけど、逆に、まあ、柔らかいので傷がつきやすいようになってます。まあ、ただこれ、無材、前面は無材なので、 万が一傷が入っても、えー、プ,リプリント、プリみたいに下地が見えたりして、まあ安っぽく見えたりはしたいずに、まあ、単にへこむような形にはなります。で、このへこみも、えー、天然木なので、えー、水を含ま、含めたティッシュを丸一日こう貼り付けておけば、割と戻ったりもします。そういった天然木の良さがあります。あと、引き出しにレールをつけてない、うん、 のと、あと、取っ手をこの、こういうふうにした理由なんですけど、小さいお子様ってこう、開けて、こう、掴まり立ちをしたときに、こう、ピュッと、こう、まあ、よりかか体重よりかかるので、こうやって手を挟む危険性があったりします。でも、ま、レールがないと、まあ、レールがある引き出しよりも、こう、これはそんなにスムーズじゃないので、えー、こう、手を挟む危険性も少なくなりますし、 この取っ手は、あの、赤ちゃんがこういった、こういった動きは割と、こういった引き出し方は割と苦手だと思うので、まあ、こういうふうな取っ手にもしているのが、この、こういった取っ手にしている理由です。やっぱり赤ちゃんの収納を考えると、まあ、赤ちゃん専用っていう考え方もしてない探査、まあ、NG だと思ってまして、東京都の福祉保健局のホームページなんですけど、 赤ちゃんのための室内環境として、室内の化学物質について述べられていまして、室内空気に注意を払う必要があるということです。ナゴミチェストは低ホルムアルデヒドの建材あの、家の建材と同じフォースターで作られてますので、フォースターだとその建材の使用量、建築基準法で3スターの場合は、 えー、こんだけしか使ってはいけないとか、2スターだと、まあこ、こんだけしかその建材を使ってはいけないっていう規制があるんですけど、建築基準法ですと、えー。タンスにはそういった規制がないので、まあ今は割とそういった何も考えられてないタンスが、まあ、特に輸入品が多く作られてますけど、えー、フォースターっていうのはそういった規制がない、えー、いくら使っても大丈夫みたいな建材をこのタンスにも使ってます。 あと赤ちゃんはやっぱり好奇心旺盛なので、まあこういった引き出しとか開けたくなったりするので、まあそういった怪我とかのことも考えてやる必要があると思います。もちろん赤ちゃん個人差がありますので、まあ、化学物質に敏感じゃない赤ちゃんもいると思いますので、思いますが、やっぱりまあ万が一のことを考えて万全をしたいなというふうに親御さんだったら思うんじゃないんでしょうか。それでそのホルモアルデヒドによる えー、失神、肌の失神などの相談などが、消費者センターにも寄せられてるみたいでして、まあ、ここにあるように、えー、こういった相談が寄せられてるみたいです。まあ、そういったのもホルアルデヒドが原因による失神だと言われています。そういったところで、まあ、化学物質が少なかったり、怪我をなるべくしないようなタンスだったりという、まあ、このタンスが、え、親御さんの、まあ、そういった心配事を減らすような、えー、 にななるんじゃいいかというとうころではあります。この名古みチェストなんですけど、これはあの、熊本県産のヒノキを使ってます。これは福岡県大川市っていうところで作ってるんですけど、大川市っていうのは室町時代から続く、460年ぐらい続く家具の町で、今現在は日本一の家具の生産高を誇っています。まあ、町の出荷額として、えー、日本一の額を誇っています。 そこで40年以上婚礼家具を作られている会社さんがこういった、このチェストを作ってます。婚礼家具っていうのは今ほとんど購入される方がいないので、そういったメーカーさんが今こういった高級タンスと言われるところにシフトされて、うちもこのタンスを作っていただいているといったところです。といったわけで、小さなお子様がいても安心なタンスっていうのは化学物質の放出量が少なくて、 小さいお子様の安全性を考えた、こういった作り。まあ、それを、まあ、コンセプトとして考えて、それを実現できる家具工場っていうのが合わさって、このナゴミチェストができ、できました。現在ありがたいことに、このナゴミチェストっていうのは、うち、弊社のチェストの中では一番の売り上げを上げてまして、特にやっぱり小さいお子様をお持ちの親御さんや、えっと、 お孫さんの安全性を考えたおじいちゃん、おばあちゃんが、あの、まあ、出産祝いとかのプレゼントとかで、あの、購入いただいているような状況です。サイズもお家の事情に合わせて、これは90センチの4段タイプなんですけど、これは6段タイプ。あと105センチ幅と120センチ幅といろんなタイプを揃えています。小さなお子様がいる家庭で収納に困っている家庭があれば、このナゴチテストを選んでいただけますと幸いです。 ということで今回も最後,まで見て最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画が少しでもためになったとか、もっと見たいというのがあればチャンネル登録やいいねボタン、コメントなどいただけると大変嬉しいです。それではありがとうございました。